どうも、アルディチャンネルのアルディです。それではマシンを詳しく見ていきたいと思います。このマシンは私にとって BMAX レギュレーションで作った2代目のマシンになります。 BMAX レギュレーションということで特段ここがすごいということはないんですが、小さな工夫の積み重ねでなかなかいいマシンになっていると思うので、その小さな工夫を見ていきたいと思います。このマシンは普段私がやらないことをやってマシンを作るというコンセプトで作りました。その中で一番やらないこととしてはこちら、シャーシに S2 シャーシを使ったことです。なぜ S2 シャーシにしたかというと、このサイドアームに角マスダンパーをこんな感じで付けたかったからです。普通 S2 シャーシのサイドマスダンパーというとこんな感じでアームの中心にマスダンパーが来るようにつけるかと思うんですが、私の今回のマシンはこんな感じ、マスダンパーの使う穴を変えてこんな感じでアームの中心にマスダンパーが来ないようにしています。これは私がミニ四駆を始めたばかりに衝撃を受けた S2 シャーシのマシンがあって、またいつかあんな感じのマシンを作ってみたいと思っていました。そこで2代目の BMAX マシンはまさにあの再現をしていきたいと思っています。 S2 シャーシで一番懸念とされる駆動の問題というのもこの BMAX マシンは解決してくれています。というのもBMAX というのはプラボディがボディキャッチでついていることが大前提、そのレギュレーションを逆手にとって S2 シャーシの駆動を良くしてみました。その秘密はこのボディ、こことここボディの裏面にブレーキを貼ることによって S2 シャーシのこのグラグラするモーターと、ともすれば開いてしまうこのギアカバー、この2つをしっかりと押さえています。ボディを装着してみるとここですね。ちょっと分かりにくいんですが、こんな感じでモーターを押さえます。こちらもこんな感じでギアボックスを押さえます。この2つのブレーキで S2 シャーシの弱点を克服しています。リア周りは3点止めのリアステーに FRP ブレーキプレート、そして X シャーシ用のステーを引っかかり防止に使っています。ローラーは830ボールベアリングを使いました。そして最後部には私の大好きなボールリンクマスダンパーをこんな感じでつけています。ただボールリンクマスダンパー付属の角マスダンパーでは FRP リアブレーキステーまで届くことができないので、丸いマスダンパーをここにセットしてしっかりと低い位置を叩くようにしています。そしてフレームアスチュートのボディはとても優秀で、ここまでリアウィングが伸びているので万が一このボールリンクマスダンパーが激しく動いてもウィングが抑えになりボールリンクマスダンパーが外れてどっかに行くということを抑えてくれています。いや、フレームアスチュートはかっこいいだけじゃなくて機能性にも溢れているんですね。フロント周りはこちらも私が大好きなフロントアンダーガードにジュラルミンのフルカウル用ワイドステーを使いました。これね、実際ピンクだったんですが今回のマシンの色に合うようにガンメタルに塗装してみました。そこにフロントにも830ボールベアリングを装備して、ここにキャップスクリューで
スリムタイプのマスダンパーを装備しています。なぜキャップスクリューでマスダンパーをつけたかというと、キャップスクリューはビスと違い、ここがネジ山が切っていないので、マスダンパーがとてもスムーズに動いてくれます。少しでもマスダンパーの効果を上げたかったので、このキャップスクリューでフロントのマスダンパーを装備しました。それはこちらの角マスダンパーも同じで、これもネジ山の切っていない両ネジシャフトを使ってマスダンパーを装備しています。これによってマスダンパーの穴の拡張ができない BMAX レギュレーションでもスムーズに角マスダンパーを動かすことができます。そして両ネジシャフトのこの上の部分は安全に配慮してゴム管で覆っています。ちなみに今回使った S2 シャーシのサイドアームは、これはレイスティンガープレミアムについているグレーのサイドアームを使いました。この色は今回のマシンの色にとても合っていると思います。足回りは4輪ともにローハイトのスーパーハードタイヤを使っています。そしてフロントだけはアルミホイールを使いました。これによりフロントを多少重くして着地の安定性を高めていければと思っています。落としてみると、悪くないんではないでしょうか。というわけで私の2台目の BMAX マシンを見てきました。最初は鬼畜立体用の低速マシンを作っていたつもりだったんですが、作っているうちにどんどん愛着も湧いてきて、どんなコースでも行けるような万能マシンに仕上げてみました。私の中で最初に作ったこちらのマッハフレームを高速立体用、そしてこっちのフレームアスチュートを鬼畜立体用なんて思っていたんですが、もうどちらもお気に入りのマシンになってしまったので、このマシンを対決させて勝った方をレースに使うなんてことをやってみてもいいのかなと思っています。今回作ったフレームアスチュート、そしてマッハフレーム、この2台のマシンを使って徹底的に走り込み、いろいろな BMAX の大会へ参加していきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった人はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。